牧文彦9月6日体は、日本の建築家。2010年3月3日、マサチューセッツ工科大学教授石井博士、巻総合計画事務所副所長、亀本芸里と東京都出身。母方の祖父は竹中公務店の会長を務めた竹中東江門。1941年慶応義塾幼稚舎卒業。慶応義塾普通部を経て、 慶応義塾大学工学部予科を中退し、建築学科のある東京大学工学部建築学科に入学。1952年卒業。丹下建造の研究室で外務象徴者のコンペを担当した後、アメリカ合衆国に留学。クランブルック美術学院及び、ハーバード大学デザイン大学院修士課程修了。ハーバード大学院時代は、ホセルイセルとのスタジオで学ぶ。 1954年にスキットモア・オーイングズ・メリル。翌1955年にはセルト・ジャクソン建築設計事務所に勤務。その後はセントルイス・ワシントン大学とハーバード大学で都市デザインを講じた。1965年にマキ総合計画事務所を設立。1979年から1989年に東京大学教授を務めた。 ヒルサイドテラスは旧山手通り沿いで数字にかけて実施したプロジェクトであるが10メートル県線を守り用途地域が変わった第6期では10メートル以上の部分をセットバックさせている。主な作品、外観画像牧は国立競技場のザハーンの建設計画を早くから反対してきた。牧グループとしては、大野秀俊、中村務、元倉誠、 山本圭介、古市哲夫らも反対活動に加わった。なお、マキが2012年の国際デザインコンペの応募資格を満たしていたが、応募しなかった。逆に、ほぼ著名建築家しか応募できないという条件への疑問、そして第一には敷地が広くないところで、その10倍の施設を作るという設計条件をミスマッチだと直感的に感じたためと述べている。 コンペへの不参加声明を出して、メッセージを出しても良かったのではという意見もあった。2015年7月のザハ・ハディド案の白紙化決定後も縮小案を提案するなど活動している。8万人でなく5万から6万人規模を推奨する理由として立地上、災害などで避難誘導するのは難しいと述べている。ただし同月、やり直しとなる 国際コンペへ参加することは、これまで、こうであってはいけないということを言い続けてきた。新国立が、こうであるべきだとは言うつもりはないと強く否定して、その審査委員の依頼があっても受けないが、口は出すという無責任な姿勢を示した。マスコミが費用面で批判していたが世論受けは良くなく、建築家のヒエラルキートップのマキが、反対表明してから、他の日本人建築家らが反対しだしたことで、 世論も白紙撤回指示になったことから反対表明に加わった建築会枠、牧さんが反対表明していなかったら粛々とザハーンで建設されたと語られている。その後、ラグビーワールドカップ2015で奮闘したラグビー日本代表チームを受けてマスコミと世論は手のひら返しで撤回のせいでラグビーワールドカップ2019に確実に間に合わなく、 なったことを後悔したり、費用対効果を無視して、ザハ案の必要性に無知だったと反省の声が溢れた。間に合わせろとの報道をしだした、日本のマスコミの無責任さを追求する声も上がるなど、白紙撤回に反対していたスポーツ関係者から、非難の声が上がっているなど、反対活動の正当性が疑われている。ありがとうございます。